トゥーパンプスさんですね。パンプスさん。アーさん、ジーさん、ノンさん、おはからです。おはから。北京パラリンピックが閉幕しました、うん。パラリンピックとオリンピックはカメラマンにとっても特別な意味を持つ大イベントです、うん。それはまだ誰も使ったことないカメラやレンズのテストを兼ねているからなんです。お最終のテスト機を過酷な条件で使って問題がなければ一般販売にもなります、うん。まだ商品名も決まっていないので真っ白いパッケージに入って届くことがあります。カメラメーカーの最高機種のモデルチェンジのサイクルが4年なのはオリンピックが関係しているからなんです。そうなんだ。残念なのはこれらの機材はテスト機なので、うん、テストが終わると返却しなければなりません。不思議なことに後からオークションで信じられない金額で取引されることがあり、どんなルートで流出しているのかは謎なんです。そりゃ闇のルートってやつですよそうっぽいです。だってさ、そういうものがいっぱい世の中に F1 のパーツとかさ、うーん、どうやって入手するんだかさ、うん、いるんでしょうね。ありえないんですよ、うん。いやでもそれにしてもメーカーのねモデルチェンジって4年なのオリンピックが関係している。そうなの、テストされてるんだあそこで。知らなかった。過酷な条件のもとにね。そうなんだね。